平野紫仕様のうなぎ愛にファン大興奮。笑顔が見せる幸福の瞬間。皆さん、こんにちは。エンターテイメント界の新たなスーパースター、平野紫仕様の素晴らしい瞬間をご紹介します。彼が最近、自身のインスタグラム、アットションで採用、で共有したうなぎを食べる姿が、ファンの心をつかんで離さないようです。 その幸せそうな笑顔に誰もがうっとりとすること間違いありません。平野耀は歌手としての才能だけでなく俳優としても圧倒的な存在感を放つ若きスターです。しかし今回の彼の投稿は彼のパフォーマンスの舞台裏にある普段からの本かとした一面を見せてくれました。その瞬間を見逃すわけにはいきません。 彼が投稿した写真と動画はまさに食欲の秋にぴったり。平野仕様が T シャツ姿でうなぎを頬張り、うなおもの蓋を取る瞬間が捉えられています。その表情はまさに幸福そのものであり、彼の愛らしい魅力が溢れ出ています。動画では彼がうなぎを味わいながらもう満足。 とつぶやく瞬間が切り取られており、その一瞬が平野の心からの満足感を示しています。ファンからは、この無邪気な姿に対して、本当に幸せそう、一緒に食事してるみたいで最高。あ、可愛すぎます、ね。といったコメントが相次いでいます。平野仕様は、その才能だけでなく、ファンに対する温かい気配りでも知られています。 彼のインスタグラムは、日々の生活や仕事の裏側を垣間見る情として、ファンにとって特別な存在です。そして、このうなぎの瞬間も、ファンとの距離を縮め、共感を呼び起こすものとなったようです。結論、平野仕様のうなぎ愛についてのこの記事では、彼の普段からの魅力と、ファンとの結びつきを強調しました。 彼の笑顔が幸福感に溢れ、ファンに喜びをもたらしていることが伝わるでしょう。これからも彼の活動から目が離せません。最後に平野仕様に感謝の意を伝えたいと思います。彼の素晴らしい瞬間を共有してくれて、ファンに幸せをもたらしてくれることに感謝します。これからも彼の成功と幸福を願って応援し続けましょう。 それでは次回のエンターテイメントニュースでもお会いしましょう。楽しみにしていてくださいね。